デリフィーノ・ペスカーラ1936はイタリア・ペスカーラを本拠地とするサッカークラブである。2020から21シーズンはセリエ B に所属している。1936年創設。1940年代の一時期、セリエ B に所属したが、以降はセリエ D 以下のカテゴリーに低迷していた。1970年代に入り再びセリエ B に昇格し、 1977から78シーズンに初めてセリエ A に昇格。もともとはペスカーラカルチョという名称だったが2009年にチームは破産。現在のデルフィーのペスカーラと名前を変えて再建されたが水色と青と白を基調としたクラブカラーは受け継がせ2009から10シーズンにプレーオフを勝ち抜き見事にセリエ B の舞台に復帰している。 2011から12シーズンにセリエ B で1位となり、19年ぶりにセリエ A 復帰を果たしたが、1年で降格した。2015から16シーズンはセリエ B の昇格プレイオフを制し、一部昇格が決定する。しかし翌シーズンはなかなか残留争いから脱出できず、2月にはマッシモオットを解任し、代わりにズデネクゼーマンを招聘した。 しかし順位を上げることができずに2017年4月24日、エースローマに1の4で敗北したことで、セリエ B 降格が決まった。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。